カンカン。諸注意、並びにクレジットのこと。古典鑑石。あなたこなた、ちょこっと申し。性善説の善とは何か？どうもです。妹です。好きなかき氷はブルーハワイです。お姉ちゃんです。かき氷なら、宇治金時が好きかな、という、夏の話から、ちょこっと申し、第3弾です。今回は、性善説の善について、だよね。そうだよ。人には生まれながらに善の心が備わっていると申しは言うけど、じゃあ、善の心って、具体的に何？って言われると、考えちゃうでしょう。そこまで考えたことなかったかな。善は善だし。というわけで、その答えを、短く、3秒にまとめました。3秒で、善の正体を言えるの？これから言うので、復唱するように。かしこまりました。それでは、行きます。お願いします。仁義、礼智。仁義、礼智。仁義、礼智。南宋里見八犬伝だ。というか、2秒もかからなかったね。結論とは、シンプルなものなのです。さすがにこれで、終わりじゃないよね。では、この4つの心について、説明していきましょう。まず、1つ目。仁とは、即因の心です。即因の心とは、他人の不幸や苦痛に同情して、憐れむ心です。孟子は、もし目の前に、井戸に落ちそうな幼子がいれば、誰でも助けるだろう、とっさに、理由もなく助けてしまうだろう、と言っています。それはまあ、そうかな。自分に、何のリスクもなければ、とりあえずだけでも助けるよね。その後の面倒までは見ないけど、とりあえずは助けるかな。それが一つ目。仁。即因の心です。それじゃあ、次。二つ目。義とは、周王の心です。不正や悪を憎み、自らに恥じぬことです。廉恥。すなわち恥を知る心とする場合もあります。義の人。義の人。猫猫日本史の、上杉謙信か。猫なのに、義の人、なんだよ。猫だからね。そろそろ、三つ目に行こう。礼とは、地上の心です。互いに譲り合うことです。まあ、そう言われれば、そうかな、くらい。次に行こうか。じゃあ、最後、四つ目。智とは、慈悲の心です。善と悪を見分けることです。じゃあ、慈悲もなし。ば。良いも悪いもない。やるしかない。それが、本能寺なんだ。この、四つの心を、孟子は子丹と名付けました。即因は仁の短所。周王は義の短所。地上は礼の短所。是非は智の短所。四つの短所で、子丹です。この四つの始まりを人は生まれながらに持っている。それが、性善説なんだね。あくまで、始まりだから、これらを育てていかないといけないんだけどね。後から、消えちゃうこともあるからね。というわけで、ちょこっと申し、全3回の完結です。発表終わったよ。お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。あと、今回の参考資料は上記です。すっごくシンプルにまとまったね。こういうのも、たまにはいいかなって。いかがだったでしょうか？今後も、いろんなものを取り上げますので、ご興味のある方はお付き合いいただけると嬉しいです。そんなわけで、これからも、せーの、よろしくお願いします。